はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、こちらを紹介したいと思います。今回はデジタル騒音計です。こちらね、はい、やっぱね、こういう専用のやつ一個持ってるとね、便利かもしれないよ。これ騒音どれぐらいなんだろうってね。今のスマートフォンのアプリで騒音計ってこういっぱいあるんだよね。だけどアプリによって測定が全然違うし、あと Android とね、iPhone で全然違うよね、数字が。全く違うよね。だからね、よくアプリの測定だとね、何のアプリで、どっち側の基準っていうのがね、なんかそれぞれユーザー間であるみたいなんだけど、全く当てにならないんだよね。でやっぱこういうね、機械のハードの測定だとやっぱりそのある程度統一してるんだよね。まあ信憑性が高いんじゃないかなと思います。以上ね。はい、そんなわけで今回の内容を見てみましょう。こちらね、まず注目ポイントがね、まずコンデンサーマイクが入ってる、感度がねすごくいいんです。そして、A 特性、 C 特性、ファスト反応ね、最大値がマックス、最大最小両方ともね、出してくれる。普通さ、騒音計っていうとどっちか片っぽだよね。だん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 大きくなっていったら、マックス、これリアルタイムでこう上がったり下がったりするよね。よく街中に騒音計置いてあるけども、そういうもんだよね。これは測定し始めたら最小と最大がね、両方とも出てくるみたいです、これね。はい、そしてね、ちょっと待ってね、よいしょと。はい、高精度プラスマイナス 1.5 デシベルね、誤差がそれぐらいで測れるそうです。はい、でバックライトとおしゃれで夜でもしっかりと使えますよ。そしてね、人体光学設計ということでね、まあ、使いやすい設計になってるよということみたいです。はい、そして3つの測定モードがあります。リアルタイム表示、最大表示、最小表示、これが3つだから、ここでぐーっと測ってて、まあ、最小でどれぐらい、最大でどれぐらい、全部ねここに残るみたいです。すごいねこれね。そうなんだね、リアルタイム表示がここにあって、で最大マックス、あ、こうやって切り替えるんだね。ボタンを切り替えると見ることができるみたいでね、まあ、同時に全部出たらいいんだけどね。はい、防水性能は IP54 レベルですね。防塵設計になってます。対衝撃 1.5 メーター落下テストをクリアするそうです。だから大体こう手で持っててポトンって落としたぐらいの落下テストには合格してますよということです。はい、6ミリの高感度コンデンサーマイク内蔵ということですね。測定範囲は30デシベルから130デシベルね、まあ誤差はプラスマイナス 1.5 デシベルということですね。はい、あと細かいね内容を知りたい方はアマゾンのページにあるんでね、まあ、大体ここら辺見たい方は見てみてください。まあ、よっぽどのお宅の方でないとね、まあ、あまり知らなくてもいいかなって内容じゃないかなと思います。はい、じゃあオープンボックスね、いきましょう。今回はちゃんとねジャパニーズランゲージの箱に入ってます。すごいね、うん、はい、じゃあ開けます。よし、よいしょ、はい、こんな感じ。それで一番上にここに、よいしょ、日本語マニュアルがあります。でこれがね従来の英語のマニュアルだと思うんだけど、その上にこれがね追加で入ってます。追加でね、日本のために日本専用の立派なマニュアルがね、はい、わざわざ作られて追加されているということだね。だマニュアルとパッケージはこう作ったんだね、結局ね。はい、そして本体は、おお、結構立派、あ、電池も入ってる、電池、電池、ね、これありがたいね、電池入ってるとね。はい、電池が3本必要だそうです。まあ、大きさ的にはこんな感じで、これね、風よけ、これここの中に6ミリのコンデンサーマイクが入ってるんだね。
メールね、ここにコンデンサマイクがね入ってます。これは一応あの蓋ね、よいしょと。まあゴミが入ることはないけどね、こうして、まあこれは伸びないよね、だこうして使うんだね。まあ見た感じはチャチくないね。とりあえずボタンは、あの防水防塵設計なのかな、あのボタンの上にこのゴムのこれがかぶせてある、中にボタンがある、うん、って感じだね、うん、まあこれは好みが分かれるだろうね。でもまあ外で砂嵐とかね、水バジャーンって来ても買って測定したいなっていう時にやっぱこういう設計じゃないと困るよね、うん、だからこう隙間がない設計になってるんだねこれね。はい、じゃあちょっと試しに使ってみましょう、ね、はい、後ろ電池入れるようになってます。よいしょ、ほっ、ね、向きはどうなってるのかな、真ん中が上だ、真ん中が上だから、よいしょ、これバネになってないんでお尻の方がバネだとね見分けがつくんだけど、そういう構造になってないので、よいしょ、よいしょ、はい、でこれを閉めます。それでここが電源ボタンになってるので、まあおそらくこれを押すと、お、出てきた。これであとモードを切り替えたりするのかな、どうやったら使えるのかな。これは AC マックスファースト、ここを押すと今の最大はとか、でここがあの最小なんだね、でこれが通常なんだねきっとね。で感度上げたら、でここがバックライトボタンかな、違うかな、違うね、あ、ついた、そうだね、はい、これがバックライトボタンになります。それで真ん中押すと、わーわーで、このマックスとかそこら辺わかんねえけどな、わーわー、わわわ、こんな感じなんだね。それで、今のマックスを知りたいってなったら、これ押すと表示するじゃないの、これどうやって使うんだろうね、あの最初と最大ってボタンを押すだけで表示するんじゃないの、直感でちょっと使えないね、うん、マックス最大表示、これがねちょっと意味わかんないな、マックスとかミンって書いてあって、まあ、それはわかるよ、マックスとか最大とかわかるけど、これを表示したところで、
これを表示したところで何が出てくるんだ。ただあの表示が出ただけで、あなたどうしたんですかって感じなんだけど、それがどうしたんですか。感度のことかな。最小代でちょっとこれね意味がわからないです。まあ使い方パワー強してアンダーまたオーバーが出ないようプラス、ああそういうことか。アンダーが出ないようにこのプラスマイナスでわーね、ちょっと字がちっちゃくて見えにくいな。アンダーわーわわ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 わアンダーが出ちゃうからもっと上げてってこと。わわ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 わ、そうだね、アンダーが出ないようにって書いたので、ここのところにアンダーが出たら、もっと感度をね上げてあげると出なくなります。そしたらと人間の感じで騒音を測定する場合 DBA を押します。人間に近い場合は DBA を押す。おDBA ってないんだけどこれなんか違う説明書だな、これ多分。DBA を選択します。最小値を読み取る場合はファーストで、最大値を測定した場合はマックスキーを押してくださいっていうことでね、測定した場合ってことなんだね。DBA っていうのがないので、まあおそらく違う説明書かな。 DBA を押しますって書いてあるけど DBA なんてのがないので、まあ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 こんなもんだからね。はい、それでこれね、デジベル、例えばのデシベルっていうと大体どれぐらいかっていうと、通常の会話レベルが60デシベルぐらいで、100デシベル超えるかとうるさいっていうね、そういうものらしいね、音の大きさ目安ね。へえ、じゃあちょっといくつかちょっと見させていただいて、あここちっちゃくて見えにくい、そうだね。今ここにこうしておいておいて測定すると大体あの7、80デシベルぐらいね、元気なおじいの声が大体これぐらいです。はい、喋るとこれぐらいなので、まあ大体80デシベル前後ぐらい、70後半から80半ばぐらいの間で、この部屋の中は大体55デシベル前後ぐらいだね。まあ60弱で、今この部屋が60ぐらいっていうことはここだね、大きく声うるさい、声を大きくすれば会話ができる。あの60デシベルは うるさい今75レベル、まあそれぐらいだそうで、まあ感度がいいってことだねこれね。じゃあ例えばね、ちょっと電子ゲームとか、yeah.
まあこれぐらいでゲームをやってるとだいたい90デシベルぐらいね、ってことなんだね。まあ近くで測定すればってことね。まあだいたいそんなもんなんだね、デシベルがね。はい。まあ、これがあのアプリとどれぐらいの誤差が出るかはね、わからないんで、また今度あの測定やり直してみようかなと思うね。やり直しっていうか比較してみようかなと思うね。はい、とりあえずね、こういうのを1個持ってるとある程度便利だよね。あのプロジェクターの騒音とかどれぐらいってよく質問来るので、今までアプリでやったけど、まあ、これを基準にすればいいよね。結構おじいが使ってるアプリの2倍ぐらいの数字が出てると思うんだけど、まあ、大体これを基準にすればいいのかな、うん、よし。例えばね、ああもう電池がないや、比較しようと思ったけど、これも皆さんね、運だよね、うん、おじいの運がないのか皆さんの運がないのかね。あれアプリなくなっちゃったな。さっき起動してたんだけど自動的にアンインストールで消えちゃったかな。ここにあったけど空白になっちゃった、消えちゃったね、自動的にね、うん、最近ほらなんか Google 再認証とかさ、クレジットカード入れないと使えないとか危ないことをしてるよね。アプリがね自動アンインストールされちゃったはい、そんだけでね、また機会があったら試してみようかなと思います。 Google を恨んでくださいね。はい、そんなわけで今回紹介したね、このデジタル騒音計、お値段の方をいきましょう。せーの、ドキューン。はい、お値段の方は、3480円となっております。で、ここに300円オフのクーポンコードがあるので3180円となります。で、さっきあのクーポンコード発行してくれるって聞いたらやらないってことだったんで、はい、3180円となります。というわけで今回はデジタル騒音計を紹介させていただきました。興味のある方はこの動画の説明欄にリンクがあるんでね、そちらの方をじっくりとご覧になってみてください。まあいろいろね比べてみるのも一緒だと思います。以上です。またね、バイバイ。